さないよ。君の能力は競技後に調査済みだ。物体に空気の噴射口を作って飛ばす能力だけど、ここにその能力を活かせるものはない。そういう場所に誘導したからね。観念して喋っちゃえば痛い目を見なくて済むよ。じゃないと何！あなたは私の能力エアロハンドについて2つ誤解をしています。1つは噴射点の指定に制限はないということ。地面に噴射口。そしてもう一つは、パラボラアンテナ。噴射点を束ねれば大型重機をも成層圏まで打ち上げる大出力。私に飛ばせないものなどありませんのよ。壊したものは弁償すればいいのです。観念するのはあなたの方だったようですわね。まさかこれほどまでの力を持っていたとは。タイプグレート10では力不足、わずかな隙さえ作れれば